こんにちは、サンロードの花園です。今日はサンロード藤井店内にございますお肉のコーナーよりお伝えいたします。ただいまサンロード各店のお肉のコーナーではですね、電子レンジで簡単に調理していただける商品いろいろとご準備しておりますけれども、今回ですねそちら新商品出ました。そちらの商品がこちらになります。完熟トマトを使用しました、昔ながらのナポリタンです、ウインナーやキャベツニラなどですね野菜もたっぷり入っております。こちらの商品もですね、電子レンジで 500W で約4分ほど温めていただくだけで、簡単にお召し上がりいただけます。味の方気になりますよね、それでは早速レンジの方で温めてこようと思います。それでは電子レンジで温めていこうと思います。じゃあ4分に合わせて、それでは4分待ちたいと思います。はい、出来上がりました。いきます。結構ですねウインナーのいい香りがしております。それでは早速開けていきます。うおトマトのいい香りがしてます。ウインナーもですね美味しそうですよね、それでは軽く混ぜていきます。はい、出来上がりました、トマトの香りとですねウインナーのいい香りがしております。いただきます。麺がとってももっちりしててですね、あとトマトの酸味が結構食欲をそそります。またウインナーやですね野菜もたっぷり入っておりますので味も濃くてですねお子様が喜ぶような味となっております。本日はですね、電子レンジで簡単に調理していただけるナポリタンご紹介いたしました。お休みの日のですね、お子様のお昼ご飯などに最適ですので、ぜひ一度お試しいただければと思います。フライパン使わず電子レンジで簡単です。手が抜けます。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。